はい、えー、皆様こんばんはちょっと遅れましたけど <laughs> ちょっといろいろ設定をしてましたのでちょっと遅れました、えー、今回は23回目の勉強会になります、えー、とちょっと私の都合もあってですね今回からツイキャスに、えー、最初の放送を変更しますツイキャスにするとですねあの動画の音を聞きながら多分紹介できるはずなので、えー、結局そういう この形式にしておりますでツイキャスの場合どうしてもですねあのあれがダメなんですよね <laughs> 画質がねだから、えー、その画質を今その別の方法で画面をキャプチャーしながら音も撮ってますので YouTube の方はあそちらを流したいと思っています はい、コンティニューコイン、ありがとうございます。ブログの解説。えー、それではですね、ちょっと私も慣れてないので、失敗するかもしれませんけど、まあ、ご容赦ください。はい。えー、原子炉より危険なプールということで、このね、燃料プールのことがですね、私非常に問題だと思うんですけど、一切出てきてないんですよね。えー、で、それはね、非常に危惧してるんですよ。でも無視してますもんね。 これは何か話したような気がしますね、私ね。ちょっと待ってくださいね。えー、193からかな、本当に。193。そう193っていうのは原子力。あ、これまで話してますね、原子力。これ前回話しましたもんね、確かね。そう、これで返せと。 あこれ話しましまた。すみません、この次回です。で全べては本当のことを認めてからというところが最初の、今回の最初のところでした。でね、これちょっと私、まあ、著作権の問題あるんですけど、こうやって朝日新聞はこうやってあの引用してくださいって言われたんでけど、貸したらですね、このように消されてしまうんですよね。これ困りますですよね。 私もまだこの時は6月ですので、えー、こういうことをするとは思ってないもんでね残念で,で、まあ、フィルムバッジを渡してまで放射能が存在している場所に住んでもらう国家があったでしょうかとで精神的損害をお10万円もらったとこれ、ねえー、あ会津若松市の旅館で家族5人で暮らす大熊町の主婦ね、えー、すぐ帰りたいと言ってますけども帰れない ですよね大熊町はもう私これ一生帰れないとう今一生なるのは確かなんですけどいつまでっていうとまあ10世代ぐらいあとになるとですねもしかしたら帰れるかもしれないそういう状況だと思いますですぐ帰りたい6月でねもうこれは帰れませんよって言った方が良かったと思うんですよねただこれ帰れる帰れるって言ってたのでただそれ政府がいつまで分かってたかというとですねずいぶん前に流れた4月13日で、ね、2011年のですから 事故からたった1ヶ月後なんですけど逆ね20年住めないと監修相が発言したその後否定したとこれ20年で住めないわけじゃなくてねいやもう40年50年で住めないわけで,でそれをね認めればよかったと思うんですけど私ね,ね内陸部に5万10万人規模の環境に配慮したエコタウンを作ることを提案って 避難生活を強いられるだから。だからこれすればよかったよね中心部はドイツの田園都市などをモデルにしながら再建を考えていかなければならないだから女性につぎ込んでるバカなお金をですねこれにねしてればいいんですよでただ松本氏はその後20年住めないという,う発言について私の発言だと、えー、初首相は私と同じように憶測しているかもしれないが首相は言っていないということだここでねごまかしたんですね いけませんです、ね、チェルノブイリ25年経った今どうなってますかって誰も住んでないですもんねで分かってるわけなんですよだ非常にね、えー、腹が立つというか情けない気がしますねで今度は JCO の4回目なんですけど原爆の被爆線量ということでねあ75歳以上なら好きにさせていいのかも ただね、ダメなんですよ、やっぱり。そうすると物流が動いたりするからね、全く自給自足できるならいいんですけど、そう思います。1999年10月1日、事故翌日の新聞で4回目になって、この時ね、かなりね、報道されてるんで、私、熊日しか取ってませんのでね、被爆、原爆に引ってきて書いてある。青い光を見た。急性放射線障害になった社員は訴えた。全身が赤くなり、水が欲しいともと。 安全ね、東海村で始まった原子力の暴走に安全神話が崩壊したってもうこの時崩壊したって、これ1999年でしょ、崩壊したって、こう、新聞に書いてあるんですよ。ところが、私も崩壊すると思ってたんですけど、全く崩壊しなかったですね。福島が起きてもまだ崩壊しないかもしれない、いやすると思いますけどね。で、この時にね、被爆原爆に引ってきて書いてあって、この時まで、この時数字書いてあったんですけど、私、興味ないからね、覚えてないんですよ。 でただ、ノートに貼ってこうやって取ってましたので、ね、そうすると、広島の場合の推定被爆量っていうのは、これ一瞬、一瞬で言うんですけどね、原爆爆心地で103シーベルト。だから100シーベルトと考えてください。かんまあ、わかりやすい数値ですよね。700メートルで11シーベルト。800メートルで、まあ、7、8シーベルト。で、えー、長崎の場合は、爆心から1キロ出る8.8シーベルトですからね、比較すると、 広島原爆より長崎原爆の方がはるかに強いことが分かりますね。で、学校も一時待機となったと。ほとんど動揺はなかったと。これ、被爆させられてますからね。この時ね、要素もいっぱい出てますからね。やっぱ大変なことが起きると思うんですよね。で、この取材時点では核分裂反応が続いており、確かこの時にですね、あの木下浩太さんがここの取材をして、まあ、それなりに被爆さ,せされて、えー、福島の時はそれを教訓にされたと。 思ってますけどね、私ね。で、これもね、恐ろしいこと書いてる。子ども妊婦へのガラスバッチは傷を負って、顔もまちね。恐ろしいことやってるんですよ。だこれは、これね、可愛い女の子たちですよね。こうやって見せてる。ね。まあ顔も隠してない、えー。保育園児から中学生までの子ども教諭。約1500年に近畿大。 から小型染料バッジが寄贈された。だってこれ、何もわからないですからね、これ、つけてたってね。ね染料計は1年間の予定で使用、3ヶ月ごとに集めて、積算放射線量をチェックする。で、また町は保育園に通ってない0、4歳児の保護者や妊婦約900、400名にはベッド7月1日からガラスバッジを配布するこのね、妊婦に配布されたガラスバッジの結果というのはね、私見たことないんですよね。近畿大の 基礎資料となってるんでしょうね、被爆のね。で、これで、当位が断線地とかね、えー、危険が生まれたかどうかということを調べているんだと私は思います。恐ろしいですね。同様の記事が、伊達市でな流れたときに、伊達市役所にあったと。で、教育委員会が担当してるね。ね、えー、詳細は決まってない。予算の形状が決まっただけで、議会の承認なども取れていない。 フィルムバッジをどこに発注するか、どこに検査の分析を委託するかも決まっていない。ね、ある一定期間をつけてもらって、それを送って占領する。ね、アラームなどがついてない。これ意味ないんですよね。モルモットっていうんですよね。1人3,500円。でまあ、計算してみる川又町は500万、伊達市は3,000万、えー、福島市は1億6,000万かかる。ですよで。それをね、研究費用から出すわけでね。 なんだこれやと思うんですよね。東電が、まあ、東電は、ね、支払わせるとね、そこにいていいということになるかと思うんで、それもあれなんですけど、まあね、そういうことをやってるんですよ。ね、近畿大学のホームページ、がんセンター持ってるんですね。がんプロフェッショナルを育成された。恐ろしいですね。子どもの権利条約に明らかに違反してる。 児童に関するすべての措置を取るにあたっては公的もしくは社会私的な社会福祉施設裁判所行政児童の最善の利益が主として考慮されるだから児童にとって一番いいことをしてあげなさいと言ってるんですよ、ね、フィルムバッジを持たせてねそこで被爆させてモニターすることがいい,い,いことなんでしょう私は非常におかしいですね、うん、まだ変わってないですよねこれ3年経ってますけど さん言っているように当然避難させるべきだと私は今でも思ってますね。でチェルノブイリよりはるかに線量高い福九、えー、1986年5月8日の原子力産業新聞これはですねあの誰でも手に入るんですよちょっとこうやるとね多分大きくなるからこうやってね。 大ききくででますのでねで多分これツイキャスではねなかなか読めないんではないかと読めないこともないですかね読めないこともないかもしれないけど読めないんじゃないかと思うんですけどまああのパソコンかなんかで見ていただければねで同発電所の付近の放射線レベルが10から15ミリレントゲン最高時の2から3分の1へ減少し状態が安定化していることを強調したと。 で4月26日で5月6日です、この時ね。だから10日ぐらいしか、10日ちょっとぐらいしか経ってない、えー。6日付プラウダは、川への放射の流入を防ぐため、発電所近辺を流れるピリアット川に堤防基地工事を始める。バンバンバンってやってるんですよ、ソビエトね。大したもんだと思うんですよ、私はね。でこれ10から15ミリレントゲンっていうのは、100マイクロシーベルト、150マイクロシーベルトになるんですね。どうですか これこんな値じゃなかったですもんね10日ぐらいあとはね私ねこれチェルノブリル絶対汚染されてると思うんですよで100日以上経過してるのに地下ダム計画文書東電が作成を認めるね、えー、遮蔽壁の費用が1000億円レベルになるで1000億たって1000億ですよね本当に除染なんか何兆円でかけてるわけですら。それをねなぜねやってるんだ 1000億ぐらい出してやれよと。オリンピックの招致費用とかね、今回ゴールデンウィークでなんか13億使ったとか言ってますけど、勘弁してくださいですよね。でこういう,こう会社のことを心配してね、未だに着手してないれて、まあ、だって未だにね、もう3年経ってますけど出てません。でチェルノブイリの周辺の放射は10から15ミリレントゲンね、えー、0.1から0.15ミリシーベルトで。この時まだ私は慣れてないね。 100, です100マイクロから150マイクロシーベルト最高時でも0.2から0.3ミリシーベルトだから200から300マイクロねで福島の方はどのくらいあったかというと今日、えー、岩上さんと井戸川さんのね、えー、発言発言というかインタビューの中で井戸川さんが4650ピークでですよ4650マイクロシーベルトだから4.4シーベルトぐらい敷地外であったと言われてたので 15円なんですよね放射性のサーベイマックとね6月4日のやつで見るとですねそのこれ単位ミリシーベルトだったんでねミリシーベルトパーワーなんですけどどこもねその 0. いくつとかじゃないんですよ 2, 2とかね3とかね1000とかあったと思うんですよ160とかね120とかだからねチェルノブイリよりはるかに汚染されてるんですよどうも記事を見る限り私はね ちょっとね、その辺が合わないんですけど、うんでえー、周辺放射能というのはこちらでしょうか。で事務本館、14面室の0.35から0.4ミリシーベルト。まあ350マイクロシーベルトね。だから14面室の前って350マイクロシーベルトあるわけでね、この時ね。今どのくらいかちょっと私見てないんですけど、でここでね、1F の人は安心安全と言ってますけど、1F 書いたたった一人さんね。 こちょっとこれ、これで見えるんですかね、今のやつが。あ,あ、出てますね。今どのくらいでしょう。4マイクロシーベルトぐらいですね。うん、4.3から4.6。5マイクロシーベルトぐらいでしょうか。5マイクロシーベルトのところがね、安全だってたった1人さんは言ってね。で、漫画描いてるわけですから。で、売れてるわけですよ、それね。安全っていうの。5マイクロシーベルトは全然平気だっちゅう話なわけですね。もう勘弁してほしいですよね、ほんとね。 えー、この新聞に書かれているチェルノブイリと0.1から0.15でしょうかって、だって、えー、今ね、0.3、0.4ぐらいなわけですから、高いでしょ、0.3,0.4だったんですね。あ、違う、4マイクロシーベルトだけど、ごめんなさい、0.04ですか。だから、1桁下がりましたね、この時よりね。4マイクロシーベルト、0.、だから10倍あったわけですよ、3年前はね。だから今回、10分の1。 砂州壁、回避建設を止めて、今度は東土壁とかいうね、絶対うまくいかないやつやってますよね。いや、もう勘弁してくださいなんですけど。で、NN ニュースね。このね、NN ニュースって結構ね、語法多いので、えー、ここで流れてね、信用しないようにしてくださいね。ちょっと私もあんまり,しあんまり信用してないんですけど、まあ、英語読めないので見てないんですけどね。であんまり信用しない方がいい。 でこれに書いてあったからって言って広げると後でしっぺ返し食らうことありますのでねまあこんなことが書いてあるのかっていうのをみ見てね後でソースを探自分なりに探していけばいいと思いますで n n ュー s はレベル8を作るとでもこれ私楽しいんじゃないかなアイネスの、ね、スケールで今レベル7っていうのがあ最高なんですけどで福島もレベル7になってると思うんですけどまあどう見てもチェルノブイリは1機だけでしょロシンがね福島三3 まあプール入れた4機ね、えー、やられてるわけで。そうするとね、チェルノブイリル実はひどいわけですよ。だ本当はレベル8なんです、これね。レベル8っていうのは、私の、うんね、ウィンが出してるんですよね、レベル8新設もで。これはね、えー、こアマ天野ね、天野っていうのがあの、外務、 外務大外務省の事務次官したやつが今、IAEA のトップになってる、事務やがねで。周辺への影響もチェルノブイル事故に稿を及ばないって言ってるんですけど、こいつは議官じゃなくて文官ですからね、何も分かってなくて言われたことをた分言ってるわけで,で、これはね、深刻なんですよ、動画のレベル8なんです、本当はね。で ハイネスの尺度をねこれレベル7より下じゃないかと言ってるんですけどレベル8は私から考えると複数路線がやられたのをレベル8とレベル7相当の事故が複数路線で起きた場合をレベル、えー、8と言うとそれでいいと思うんですねレベルイというと福島第一1号機も2号機も3号機もレベル7なんですからどれ1つで取ってもね ちょっとレベル7が3つあってもレベル7っていうのはおかしいなわけでこれレベル8でいいと思うんです私であま私甘いんですね甘野事務局長辞任させられないでしょうか心配ですって書いてるんですけどだってこれね IAEA、e、の議官こう言えっていうことを言ってるだけでじあの自分の頭で言ってるわけではないのでね辞任さ,れるさせられるはずがレベル24発散24ですかね ちょっとわかりません7321でもいいんじゃないかと私は思うんです、うん、ねチェルノブイリをレベル8にして、えー、レベル7にすると福島はねそういうことはもうできないですよね今ねまあそういうことあ福島の思い出阿武隈道見物というまたこれはね、えー、多分うん 日勤の時なので、日勤の時はこれ食堂に食べに行って,るって、るシーフードマリネが150円、ゴンピキキンピラが50円、ライス60円、味噌汁20円、フルーツ100円、これが写真ね、1個でもあると随分雰囲気分かったかと思うんですけど、まあ、その時はそんなのあの頭も何もありませんのでね、えー、撮ってないんですけど、これ福島第二の食堂だと思うんですね。A ランチが250円、昆布茶が60円、歯ブラシが220円とかね、A ランチ250円ね、ね A ランチ250円チャーシュー麺が240円とか。 これ88年の価格ですからねいかに安いかが分かると思いますエイランチャ、えーシュメンだけの時は発電所の直道に注,目注文して日勤詰め所まで配達してくれるんですね、えー、それはあのねなんて言ったかな竹藤だったんですよね竹藤なんかちょっと違うけれどもそんな名前の会社が 東電と提携しててですね多分それは原発が新その来る前からねあった会社だと思うんですけどでその会社が竹藤じゃないね竹藤はあれですもんね <laughs> 消費金融ですもんねなんとか富士だった富士,富士なんちゃらだったかちょっと私今思い出せませんけど <laughs> まあそこがやってて独身業と 会社の食堂はね、そこが全部ね、取り仕切ってあるんですよ。当電直営しないんです、絶対。全部ね、どんなやつもね、委託として出すんですよね。なんで出ないんでしょう。富士なんとかだっと思うんですけどね。誰か聞いてて知ってる人いたら教えてほしいですけど。ね、発電所。メニューを見て単品注文。入社してすぐの時は、移動手段が原付か自転車しかない。自転車でね、2、30分スーパーまでかかりましたのでね。で、 えー、私23で入社したんですけど新入社員は1年間車を買うなとかいう非常にバカげたね、えー、それは高校,生高校卒業したばっかりの人間がねよく事故起こしてたのでそれが大卒まで入ってしまってですね結局全1年間で持ってた人間は持ってていいんですよ新しく買うのがダメとか、ね、そういうわけのわからない規制がありましたねで5月23日一直 えー、食事代2600円取る。痩せの代金は、これは確かね、ほとんど丸々自分で払わないといけないので、1000円取られて。だから、ワンサイクルで2600円払って。あとね、えー、これで1食っていうのが8時から16時までっで、次の日に1、2食っていうのを投資って言ってましたけど、8時から22時までやるんですね。で、昼食と夕食を運転員歯科室で食べると。 で事務本館と発電所の捜査室の間に放射線管理のゲートがあって入隊室が記録されると金属探知機もあったとあ私、配属は1、2号機だったんですけど徒歩5分くらいだったので、えーまあ、そんな遠くないんですけどねやっぱ時間5分5分以上かかるでしょうね中央捜査室から10分近くかかったかもしれないまあ徒こでですけどね2直のみと夕食のみを運転室控室2直というのは4時から夜中の10時までなので夕飯を食べる 三直というのは、えー、見てください、これがね、えー、10時まででしょ、夜のね。翌日は三直というのは10時から翌朝の朝までなので、ここの22時終わってから翌日の夜まで寝とかないとあときついんですけど、昼間空いてるんですよね。だから、昼間に夜勤の材料を買い出しに行くと。えー、定番のカレー、なんでしょうか。 この時のね、動画、いろいろ作ったという話をしてるんですけど、動画。で、3直を2回して、あ明けというのがですね、この27日金曜日の3直を終わると、朝の8時になるわけですね。だから28日の朝になる。で28日の朝は、も、ま、う、あ、明けとて言って、まあこれは看護師さんとかね、よくわかると、明けって言ってああの、その日休み、勤務したことになりますのでね、明けになる。で休みが2回続くと。 いわきにある石,石炭化石化に行って入場料600円、えー、JR よの森からいわきまでが700円でバスで300円払って、えー、JR 湯本からよの森まで帰ってきたとで5月30日1日は食事代2040ほとんどお金使わないんでこれ三直三直がけやすにやすで、えー、この日はねレンタカーを借りて阿武隈堂と入水鍾乳堂に、えー、同じ、えー、同じですね、えー 寮に配属された残り2人とですね、阿武駒堂と入水鍾乳洞に行ったと。これね、この時のね、写真が確か残ってたと思うんですけど、でこれ入水鍾乳洞っていうのはですね、えー、まああんまり関係ないんですけど、あのまあ普通の見学装置、ここなんですよ。で、ここでね、探検コース C っていうのが奥まで行けるやつがあって、確か1000円ぐらいでね、パンツ抜いた方がいいって言ってそんなことはないでしょうけど、まあ、なんかね、もう水の中をこう、ろうそくを持って、 案内のおっちゃんが1人と、私、人でで行ったんでね、私最後の1人になって、こう、ろうそく持って歩くんですけど、ろうそくじゃ暗いでしょ。で、上からこう、しつこが垂れるとね、消えるんですよ。で、私、最後なので、置いていって、周り真っ暗になってですね、ちょっと勘弁してくれとか言いながら行った思い出がありますね。これ、いい鍾乳洞だったと思うんですね、入,入水鍾乳洞。まだやってるんでしょうか。あ、ないですね。 どううなんでしょう田村氏が多分、あのー、避難区域かなんかになってあれなんでしょうねあぶくまど残ってるでしょうかあらあぶくまどのページもなくなってますちょっとショックですねこれはだってこの時書いた時ですからねこれ書いた時にとあの取ってきてますのでそれが消されてるっていうことはだから福島の人まあ私のあっ、えー、寝屋川さんののぶさんですか コンティニューコイン大量にありがとうございます。あもう30分なりますね。で、ねショックですね。ちょっとショックですね。これ、その時はし2011年の6月にあったのでね。で、パトロールと約束作りはせっせとしている記憶に残ってないと。で、当然、まあ、日本の会社全部そうだと思いますけど。 OJT と言ってですね、オンジョブトレーニングと言って、もうその場で、見よう見まねでやれということはね、やってる。で、発電所内メールのようだったので、5年書いても結局機器、機器の配置を覚えきれずと、私はオンチなのでですね、あまりに広くて、ちょっと私にはちょっと記憶できませんでした。はい。えー あんまり長くすするってですね広告代理店が参加者探しということで、えー、この限界のですね、これ原海、限界原発のね、再稼働で、これ、2017年6月ですよ、もう動かそうとしてたんで,でそれでね、えー、住民説明会を佐賀県民向けにやって、広告代理店が参加者を探して、もうやること早いんですよ、こういうことはやりだすのねや、やつらはね。で、広告代理店がやったと。 で広告代理店に依頼した理由を地元の事情に詳しいから、そんなことないんで、足、引っ叩たけばね、いくらでもやるのでね、税金、ガンガン湯,湯水のように使って、で、会社費用負担、国が負担でしょ。何言うんだと、9年ですよね、負担すべきなのなんで国に負担させるんだと、9年もそれを当然と思ってるわけ。だからこういう見えないね、コストがね、あの原発にはものすごくかかるんですよ。そう <laughs> そうそう、ろくなことしない。 広告代理店は当社は候補,候補者のリストを提供しただけであくまでも参加者を決めるのは国とえ候補者選定も中立を決めたね中立になるはずがないわけでね一体ここから明らかな賛成派一人賛成派 1, 中1人え中立者2人で反対派が1名つけるとでねこのね反対派っちゅうのもね6年 そのちゃんとした人もいますけど、六でもないやつもいてですね、反対していい反対をわーわー言う人間がいるんですよ。それを選ぶんですよ。それはね、どこをつつけばいいかね、つついたらいけないかというのを知ってて、そこをね、うまく避けるようにね、わーわーこう言うというのがね、絶対入ってくるんですよ。反対できるようなことを言う。で,で、私がぜひとも質問してほしいのは次の通り使用済み燃料の保管問題。これね、 なんで山本太郎は言わないのかと、まあ、私思うんですけどねでスピーディーを使った被害予測の効果これ二つともやってないですからね私この6月にねやれって言ったこと特にねスピーディーのあれをしない運転再開再開運転の必須条件にしないといけないのにスピーディーは使いまならないから公開しませんなんて今言ってるわけですもうね勘弁してほしいと私は思うんですね 原,海原発でいればね福岡、長崎、熊本、山口、広島は知事が文句つける権利があるだってそこも人も入ってくるかもしれないけど自分たちのとこも汚染されるいやもうこれは日本中あるわけですけどね実は玄界のねそういうことをねさせてはいかんと思うんで、えー、これとはね全く別の問題なんですけど玄界原,原発の近くには福岡国際空港があるわけであそこはね航路に当たっていて実はその航空機も落ちますからね だからそれの確率が実はあ,のある一定以上超えてるんですよ、限界原発は。誰も言ってないけど。まあ、火山がどうのこうのもありますけど、だから限界原発はね、だめなんですよ、動かしたらね。で、あんなところ作ったらいけないわけ。で、限界原発起きたら一番日本の西にあるので、えー、住むところがなくなりますよと、おそういうことを言ってると。一応ですね、今日予定してたのは28分43秒ですか。 えー、あとですね、ちょっと30分以内に切るようにしますね。<laughs> あんま長いと後で見てこの相当閣下は鼻血問題でお怒りのようですと。これをね、まあ、今来られてる方は多分みんな見られてると思うんですけど、まあもう面白くて、私も何度も見てますので、見ていただければと思います。一応ですね、ここで一旦、えー、ブログの解説は終了とさせていただきます。 どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。